大村ゆ野のは、戦国時代から安土桃山時代にかけての学者、著術家。張馬国美木の出身。郷は、桃子祭馬山。はじめ創石にあったが、原属して、豊臣秀吉に、乙ぎ衆として仕えた。秀吉の伝記である、天正記の著者として知られる。青柳山長楽寺の僧、ライオン坊が、大村ゆ野のの前身である。若年の頃、 慶の小国寺において、忍者修行より漢学を学び、初夏の門を叩いて、角を治め、その深い学識で世に知られた。橋場秀吉の三木白攻めで、大村一帯が秀吉の勢力圏となっていた時に、秀吉の優筆となったと言われている。天正十年の秀吉の中国大返しの際、姫路城における軍議にも参加していることから、 この時期にはすでに秀吉の側近としての地位を確立していたものと思われる。同年、大阪、天馬宮の別当となる。天下統一に邁進する秀吉に近似して、彼の軍旗である天正旗などを記述した。いずれも、秀吉の偉大さをことさら強調して書かれたものであり、余のれは、豊臣政権の正当性を訴える、スポークスマンとしての役割を担っていたのではないかと。 推察されている。文録の役では秀吉に従って、非前名古屋まで従軍した。当時の秀吉は脳に傾倒することはだしく、既存の作品を演じるだけでは飽きたらず、湯の例に、自身の偉業を後世に伝える新作能の作成を命じたと言われている。吉野花見、高野三景、明智内、柴田内、北条内はいずれも、秀吉を主役に取った。 呂のれ作の新作の王である。特に、明智内は、文禄3年3月15日に、大阪城で、4月12日に、近中で、それぞれ、秀吉本人の手によって披露されていることから、秀吉のお気に入りであったことが伺える。上記の軍機物や、新作能以外に、洋曲、和歌、レンガ、徘徊、強化などに、多彩な才能を発揮した。 藤原聖火や山品時継、里村上派など、同時代の知識人たちとの交友も知られている。また、梅安古筆伝を表すなど、古筆への造形も深かった。慶長元年に、摂津国天満天神で死去した。去年六十。石碑天正八年の三木合戦から天正十八年の小田原征伐まで、天正年間の秀吉の活躍を記録する、軍記物。 別名を、周期知事記とも、尾前保安の、大公記など、後の秀吉主役の軍記物語の成立に、大きな影響を与えた。ユーノレの代表作である。元来十二巻からなるが、すべてが現存するわけではない。詳細は以下。AB 山室京子、黄金大公夢を演じた、天下人中央公論者。 1992年11月、ISBN 978から41億2101万1053。ありがとうございます。